皆さんこんにちは。不動産コンサルタントの藤原でございます。今日はですね、ちょっと趣向を変えましてですね、今まであのお話をしていて、相続のいろんな手続きについてお話をしてきましたけれども、そもそもなんですけれども、話をずっと元に、まあ、遡ってもっと考えた場合にですね、どこに相談したらいいんだろう、相続のことをどこに相談したらいいんだろうっていうのが分かんないケースのが、まあ、よくあるんですね。まあ、一般の方は知らないケースがほとんどですから、でそれをちょっと一覧表にしてまいりました。で、例えばですね、相続が、まあ、発生しましたよということになりますと、その相続の中に占める財産の中に占める不動産、相続不動産の名義を、まあ、自分に変更したいと、お父さんが持ってたいわゆる土地建物、まあ、自宅をですね、話し合いの結果、自分に名義変更したいというような希望があった場合、登記という手続きを、まあ、経なければなりません。でこの登記のですね、手続きの専門資格者というのが司法書士という資格者なんですね。司法書士登記手続きに対する、まあ、専門家ですね、登記手続きに対する専門家、司法書士と言います。司法書士の先生にですね、この土地建物を私の名義にしてくださいという手続きを お願いすれば、まあ、必要書類を揃えていただければ速やかに、まあ、できるということになります。それから、土地ですね、土地の測量をしたいと、土地の測量をしたいという場合は今度は測量士ですね、測量士という資格の方、測量士もしくはですね、土地家屋調査士という資格もあります。土地家屋調査士ですね。土地家屋調査士。これはどちらでもいいんですけれども、測量手続きはですね、測量士もしくは土地家屋調査士の専門分野になります。で、この、まあ、事務所に訪ねてですね、お願いしますということになるわけなんですね。で売却をしたい場合、その相続不動産を売却したい場合、これは、まあ不動産会社になりますね。まあ、それはもう私なんかの、まあ、専門分野になるんですけれども、不動産の売却をしたい場合は、不動産、まあ、仲介会社が、まあ、一番一般的ですね。不動産仲介会社とここに相談をして、この土地をあるいはこの土地建物を売却したいんだけどという相談をすれば、まあ、じゃあいくらぐらいで売りましょうかなんていう話を経て、売却手続きが行われると。この仲介というのは、まあ、いわゆる平たく言うと仲人という仕事になりますので、持っている不動産を誰に売却するかというのを探してくれる、その買い主を探してくれるという仕事になります。これが売却手続きですね。それからあとは、いわゆる相続をした場合に税金がかかるケースというのがありますね。でその税金がかかるケースの場合は、まあ、これはもう分かりやすいですね。税理士という、まあ、資格者が、まあ、税金に関しては、まあ、専門家ということになりますので、税理士に相談をして、相続税の手続き、申告、相続税のがかかるんであれば、その申告手続きをしていくということになります。あと最後にこれ何も書いてない丸があるんですけれども、この4つに関しましては話が、まあ、スムーズにいった場合ということになりますけれど、その相続手続き自体トラブってしまった場合、これは、まあ、俗に言うこの相続ですね、争う相続と、まあ、こんなような当て字をですね、まあ、作ってるケースがありますけど、この場合はもうしょうがないですね、弁護士の先生ということになります。落ちということですね。で相続財産に占めるですね、不動産を動かすためには結構そのいろんな相談窓口というのがあるわけですね。で一方まあ、私が専門としているその不動産コンサルタント業というのはどういった仕事かといいますとですね、これよりもこちらですね、これを全部束ねた相談を一気にできるという仕事になります。つまりは、まあ、こういう、まあ、財産があって、それを相続して、まあ、基本的にそれを売却したいんだけどどうしたらいいかという相談を、私どもが受注した場合は、
これらまあ当然ながら全部お取引している、まあ、信頼のおける先というのがありますので、そこら辺に全部ご紹介していくというのが、まあ不動産コンサルタント業というのの仕事の側面の、まあ、一つになるわけなんですね。いずれにしましてもその相続財産に占める不動産を、まあ、動かす場合ですね、売却する場合というのはいろんなところに、まあ、相談をしていかなければならないので結構大変な手続きになります。まあ、もちろんバラバラにオーダーしてもいいですし、知り合いがいるんであればその知り合いの方に相談してもいいと思います。でももし知り合いも何もいないとどうしようというふうに迷った時はですね、私ども不動産コンサルタント業のところにご相談いただいて、この不動産どうしましょうというようなお話をしていただくのが一番早いと思います。というのはですね、まあ司法書士の先生にしても測量士の先生にしても、あるいは、税理士の先生にしても弁護士の先生にしても、その分野はもうプロ中のプロということになりますけれども、お客様のクライアント様の目的はその不動産を売却したいということにあるわけですね。売却をするってお金に換えるのが目的だということになればですね、その要は不動産の専門家に相談をするのが一番道としては早いということになります。ただ一般的な不動産仲介会社ということになりますとですね、このネットワークを持ってないケースもありますので、不動産コンサルタント会社にご相談することによってそこら辺を円滑に回せるということにつながっていくと思います。もしですね相続に関する何かご相談ごと、もしくはご質問、まあ、その他、何かあれば、まあ私どもにまずは、ご相談いただくのが一番、まあ、簡単かなと思います。今日は、相続不動産を動かす場合の各専門家窓口について、ご案内をさせていただきました。では次回もお楽しみにしてください。よろしくお願いします。